おっ、やっほー、お久しぶりです。待って。お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。どうしよう。めっちゃ久しぶりな気がする。一人であるのが。いや私って一人であるの久しぶりですよね。きっと。久しぶりですよね。それはしょうがない。緊張しても、しょうがない。しょうがない。<laughs> こんばんは。やっほー。う嬉しい。もうみんな来てくださって、ありがとうございます。 何ししてました今日やっほー <laughs> どうも <laughs> あ待ってもう「ハッシュタグついてる」びっくりした今おお「やっほーあーありがとう本当ありがとうございます」来てくださってうんあ今日ポニーテルしたんですよそうなんかほんともともとは何でしたっけあの普通にストレートウロスで来てたんですけどなんかもう今日湿気がすごすぎて結んじゃいました本当に今さっき。 パ,パパってやったんですけどちょっとんか汚いかも <laughs> 汚いかも <laughs> おやっほー待って7曲行ってらっしゃった方いるかもしれない終わったのかなやっほーツインテールじゃないよごめんに <laughs> ツインテールねいやつ今日ねでも1回ちょっとツインテール仕掛けた1回こっち側だけ結んだんだけどもうやめてお大ダ ありがとう。おお、えっと。わあ、え、嬉しい。可愛いちー。やった。やった。<laughs> や,ったー <laughs> やっほー。めっちゃ激ヤバってやれるんだけど、私は激ヤバじゃなくて。天才だよ。激ヤバじゃなくて、天才。お願いします。<laughs> 別にいいんだけどね。ありがとうございます。みんな、ひなえ見てくださって。 えなんりさ,ミーグリーさ最近もうゴールデンウィークでたくさんしたじゃないですか4回くらいだからな会話する時に皆さんの声が聞こえるのが普通だったからコメントめちゃめちゃ読んでるとなんか寂しくなってくる1人でめっちゃもういらっしゃるんだけど寂しいみんなさ声出しボイスチャットみたいなできないかなショールームってみんなから声のアフレコみたいなついたコメントが来てさそれ私が押して「ああそうだね」みたいな。 できないかちょっとさ寂しくなってきたんだけどみんなさ送ってよ <laughs> 送ってよ <laughs> 送れないのにぐちゃぐちゃになりそう確かにうるさそう<ス>それは絶対そう「あいみやみやややる絶対絶対やばいねそれは <laughs> まあ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 でもそれでも聞き取れる能力がまそこでついたら最高じゃないですか <laughs> 意味わかんない重くなって落ちる確かにやッほーで誰ですか芋バカって言ったの誰ですか芋って何ですか芋って何ですかですかうん胃がバカなんかそれもあれですけど何ですかそれ頭もバカってことですかいやそれこまで言ってないかなんかそれはちょっと違うなそれはどっちがですか何がですか他 <laughs> 聖徳太子的な確かに <laughs> 伊賀ばかはちょっとは正直否定しきれないちょっと否定すると,ちょっとあまりにもなんかちょっと心苦しくなってくるちょっと逆にね <laughs> 逆にね <laughs> えどういうこと芋ってそっちの芋じゃないから視力もばかそれは確かに今日はもうコンタクトつけてきてないですおり見えるからねやッほーあやった天才ねえ そうだね私今日ね褒められるために来たんですよ褒められるためにあの無理もと褒められたいんですけどあの今日はですね私朝からあることをしたんです何だと思います絶対わかるよ私最近書いたもんみんなにもう大ヒントだよこれこれしたら褒めてねって書いたよ結構ちゃんと大々的に何 ねにって何何か分かるかき氷食べたちょっと今日寒くてやめちゃった <laughs> 青汁飲むって私言ったっけ青汁飲んでないのかあ呼吸か私ありがとう,そうありがとうありがとうね生きてらいありがとうねあっ森本偉い仲間を褒められてるけどいやちょっと待って全然当たらないじゃん嘘でしょみんなさ私のブログ読んでくれてるえ、ね、読んでくれてないのみんな あ、ありがとう。そう、スマホだよ、スマホ。そうです。スマホ買いましたよ、ついに。びっくりでしょう。私が私が、これ重大です。重大事故、私が、スマホを買いました。褒めてください。あの、足りないです。足りないです。おお、ほ、ほめ、やつ、褒められてるよ、なんかすごく。 おお嬉しい偉いだってありがとうありがいいねいつ落とすって悲しいめっちゃ不謹慎 <laughs> 買ったばっかなのに <laughs> それ爪楊枝でえぐってたからねそれは違う形態だけどさまたケチなのに偉いありがとうありがとう嬉しいありがとうケチなの知ってくれててありがとう落とさないでねマジで本当に落とさないように気をつけましてもいくら落としても大丈夫なように一番一 一番強いその保護フィルターみたいなの買ってで一番強そうな保護ケース買いましたカバーねそう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 でも私なんか前回もそういう感じでやったんですよそうそうそうあの私がそのスマホケーススマホ落として爪楊枝でえぐったみたいな話があったじゃないですかでその次に変えた時にもう今回こそ本体は傷つけないようにしようと思ってめっちゃ強いのにしたんですどっちも そしたらもうやっぱりそれがすごく効いたのか落としまくって落としまくっても、まあ、本体の方に影響がいかない,い,かないっていうか分かります確かになんか裏側とかはなんかちょっと結構何んですかね黒い部分とか見えてたんですけど表側は無事でしたしそれになんか画面がバーンって落ちるみたいななんかまあまあ、1回だけあったんですけどでもその後なんかすぐに復活したし大丈夫だったんですそう <laughs> だから それは私はもう結構そこで味を占めたので保険とか入らずにそうしました <laughs> お母さんが隣にいたんですけど本当にマリー「大丈夫保険入んなくて」いやいやあんたは絶対入った方がいいよ」絶対ありな」みたいな感じだったんですけど「大丈夫」「信じて」「私のこと信じて」ってやってねそう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  <laughs> 入ったほうがいいのかちょっと分かんないんですけどまあでもでも大丈夫です今回は大丈夫お母さんすっごい心配してた母がねもうめっちゃ心配してましたよ天才ありがとう嬉しいありがとうありがとうね水確かに私水にぽちゃんはしたことないから大丈夫なはず水にぽちゃんだけはしたことないんだよねそうすごいだって森本保険入れってさ やめてよまた変なの作るの <laughs> 私はあ森本褒められる待って「ハッシュタグ森本褒められる」ちょっと前回との差がすごいんよ <laughs> 前回との差がすごいのよ本当に <laughs> え待って急になんかどうしよう急に「大好き」ってコメント見にいでてちょっと年寄ってれるやっほーヤッーあ一おととい清里テラス行きましたありがとう嬉しい超嬉しい ひなでで紹介したんです清里テラス山梨県にあるところなんですけどそうすごいね山の結構上の方に上の方って言ったら何ちょっと今いろいろすっごいレベルがすっごいその標高が高い山とかって言うわけじゃなくてそのまま一つの山の上の方にある <laughs> あのテラスちょっとだって語尾がない語尾じゃない語尾力だもうダメだ今日変えた方がいい私は絶対。 そうめっちゃ素敵な場所でほあの紹介したんですよ私が紹介させていただいたんですけどちょっと行ってくださった方がいて嬉しいです <laughs> そう嬉しい <laughs> ありがとう言ってくれてさああ八ヶ岳そうそう八ヶ岳です標高高いんだっけ結構私すっごい寒かったのを覚えてます上の方行ったらわ、はあ そうでもねちょっとね WK アキフェスがねなくなってしまったのでちょっと寂しいですね私山梨大好きだったのでなんかあのいつも向かう時になんかそのどん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 景色が変わるのを見てあー山梨だ山梨の景色だーってなってたから すっごいやっぱりなんか山梨までの移戸って結構寝るじゃないですか割と長時間なのででももう寝れないんですよ興奮でずっと私結構割と寝ちゃう人なんですけどもずっとこうやってがんも顔がん開きでちょっとまだからこうやってね見ててそうだからちょっと寂しいですでまあ個人的にで、ね、もめっちゃ行きます <laughs> 髪の毛下ろしてごめん今ちょっと髪の毛下ろしたら結構ボーンって感じかもしれないからちょっとまたまた違う時に下ろすね <laughs> <laughs> ね森本の次に山梨が好きありがとう <laughs> ありがとうあやっほうですあー確かにねわかる夏のね野外ライブいいよねすごい夏の野外ライブって楽しいよね野外ライブってもこのなんだっけ放水放水好きよ私放水放水が好きなのであのー、放水を その間違えてこの上からじゃなくてブンって当ててしまった時の皆さんの驚き顔が結構何か <laughs> ちょっと私はすごい好きっていうか <laughs> <あの笑>お「お <laughs> っ<え>! <laughs>」みたいな「えっ!」みたいな感じの驚き方が好きだったのでちょっと悔しい <laughs> 悔しい, <laughs> 悔,しい <laughs> 悔しいです <laughs> 悔しいちょっと他のつこないかな あってこれさ話したかったんだけどすっごいこれもうちょっと次の話いきますねごめんなさいすっごい話したかったんだけどあの浜横浜スタジアムでライブさせていただいたじゃないですか4月の1日と2日にでその時にそのひなの楽曲の一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せないでそれであの私その私高橋美空に山口り雄森本麻里で「 なんかちょっと踊ったんですね一緒にそう小説小説その時になんかバッ,バッティングみたいなしたんですよこう投げてこうやるみたいなであれやった時になんかあのまあまあ、まあ、予想通りって方もいらっしゃると思うんですけども全然もうなんか当たんないんですねスカみたいなでそれで,でも私がもうそれを2回くらい繰り返したらなんかどんどん皆さんが「ああ」 あーみたいな声がめっちゃ聞こえるんですよ私はあ歌だきゃ歌だきゃと思ってやっと歌った時にめっちゃおおってめっちゃ喜んでくださってすっごい拍手まで見えたんですなんかもう明らかにその感性のその声の感じが違うっていうかめっちゃ面白くて私結構なんか そうなんですよ結構割となんかあの楽曲ってその積もったらダメな楽曲だと思ってるんですけど結構積もりそうになっちゃってそれが優しいなと思ってん <laughs>、ね、みんなすぐ「ハッシュタグやめてよ森本打て森本打て」森打て「その森本空振りいやもうねちょっと面白かったそうねちょっと悔しいのよちょっと聞いてる最初ねじゃあなんか5個くらいあったの5個くらいえもこうやってあっ1 <laughs> 回もう拾ってあ <laughs> じゃあんじゃん」 じゃなってそのまんま一つのボールが一回そのまんまステージの下に落っこちちゃってそのボールはせっかくなんかもうサインとかも書かせていただいたんですけどもうどこ行ったのかって感じですそのままコロ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 って転がっていくのが見えましたでもそのサビが20秒くらいしかないからもうそれをかまってるわけにもいかない次行かないとと思ってーンってあってその時にやっと当たったんですよ だったんんですけどなんかそしたらもうなんか「すうきちゃないんだの」の結構もう本当にもう後ろの方までの音が聞こえて「モに書いて「え待って手元にまだ4つあるんだけどどうしよう」と思ってまだ1つしか投げられてないのにってなっちゃってそうそうそうでそれでもう結局は手で投げました <laughs> でも手で投げたけど全然届かなくてそ通路とかに落っこちた気がする どなたがきっと通路で拾ってくださったかもしれないけど、まあ、リベンジねしたいでもちょっとち,ちゃんとね練習したんですけどねあれちゃんとちゃんと練習したんですよあれバス停きますね春代とフ <laughs> 最初からそうすればよかったで、ね、確かにそういやそうなんだけどそうどの道ちょっと飛ばないでも 一回当たっとたきはすごく遠く行きましたあの本当ににの本当にほんあの本当にすごかったですめっちゃ飛びましたあの何メートルええうんえなんか70くらい飛んだ飛んだと思います70メートル飛びましたねよく飛んで,で手で投げると3メートルくらいですで結構飛んだうん確かにね <laughs> あ、バッティング <laughs> 上そうウソあ、ソ場外ウフフ森本嘘つくなってあった <laughs> ウソそっか 70m はごめんね違った 70m は違った素敵な結構 70m いったんだよみんなの声的にあメ 70m いった声だと思ったんだよそうだった <laughs> 遊びに来たよヤッホーありがとう えーすごいあのあ分かんないちょっとどのくらいの飛距離出てたかちょっとわかんないんですけど私はもう点に見えましたボールが本当に見えなかったからそういうことです <laughs> おおねー7ルってわれた確かにそうだけどもやっほホーメンバー誰か見てる私は予想は誰も見てないです誰も見てないです なんか唯一見てくれそうな春代はさっきあのアモンガースしてたんですよだから見てない絶対だから見てない <laughs> 絶対見てないですねこれはアモンガースしてましたほねほうね皆さん今日何してましたてかゴールデンウィーク皆さん何して過ごされましたお休みの方もいたと思うんですけどまあでもお仕事の方もいましたよねきっと。 あとミングで来てくださった方も本当にありがとうございます。仕事お疲れ様、お疲れ様、仕事、そうだよね。だらだらしてた、最高。ネタ <laughs> それはわかる、最高。最高です。ミ <laughs> ーグリ三昧、いいね。<laughs> それめっちゃいい、私もミーグリ三昧したい。おお、あ。ミーグリ対応、ありがとう。ありがとう。ありがとう。 フんフんあソフトクリーム食べた <laughs> ゴールデンウィーク中にゴールデンウィーク中にソフトクリーム食べたってそこに入ってくるソフトクリームって結構いかちいよねどこまでおいしいソフトクリームなんだろうって感じだもん「ゴールデンウィーク何した?」って聞いて「ソフトクリーム食べた」って帰ってきたら「何? <laughs>」ってどう言うってなっちゃう何だろう旅行いいねうんいいね皆さん明日からまたお仕事とか学校始まると思うんですけど 頑張りましょう。一緒に。3年目のデビュー見てたさん。ありがとう。ありがとう。ありがとう。嬉しいあ、舞台頑張ってあありがとうございます。そうなんです。ありがとうございます。私、ちょっと話が過ぎちゃったあ。そっか。そっか。おやすみ。いいね。いいね。いいね。おやすみね。みんな。いいね。私の母も父も。 めっち,ちゃアクティブにすっごいしてましたよすごしてました本当になんかなんだっけなんかゴールデンウィークまず高尾山行っててその次の日になんか茨城県とかにネモフィラ見に行ってましたでその次の日なんかまた出かけてたんですけどちょっと詳細あんまり知らないです森本いいなああ確かにねわかるぞ <laughs> ロッチのファンのお母さんってそうロッチさん大好きなんだって私のお母さんが右院して何かね <laughs> ちょっと待ってそういえばさ話したかったこと今思い出した話したかったことっていうかさちょっと個人的に面白かったことがあったんだけどあのなんかお家になんかあに9枚目シングルの通常版が5枚くらい届いたんですよ5枚急にね 通常版が急に5枚届くって私的にはあのミートグリッドを申し込んで当たった人が届くものじゃないですかあれってだからおっとおっとおってもしかして誰か申し込んだこの家の誰かとってそうでもちょっと今4回終わったんですけど今のところまだ誰も来てないんですよもしかしたら母があの犬とかを見ずに来るかもしれないんですけど私に、まあ、実際にこれありましたよ 急に母が現れて「ブラックだよー」って言われて「ブラック映ってる」みたいなあったあったあったんですけどもしかしたら本当にそに兄がきっと他のメンバーに申し込んで言ってるかもしれないちょっとでもこれに関してはちょっと兄が言ってくれない限りわかんないから <laughs> そうどうなんだろうってちょっと 5, 5, 5人ちょっと 5, 5枚分あったんですよそう。 森本母森本母来てますよてか私結構なんかその友達とか来てくれることもあってめっちゃ面白いです急に「あああっあってそうでも友達もすごい徹底してすごいなんか徹底してるんですキャラクターを「すっごい好きで」って「めっちゃ見てるよ」って <laughs> めっちゃ話してるのにそうね面白いですうん の確認すればよか,った確かにいやうわでもあったい確認できなかったんだよねなんか増えてたんだもん勝手になんか机の上にポンって何なんだろう誰なんだろう本当に正気寺よくしないっ兄が兄兄正気寺よくのとこ行くのわかんないどうだろうね4期生をしてるかもしれないねもしかしたらねちょっとやっぱりもう愛が芽生えてねえっ過に好きそうってそういうこと 私 <laughs> の兄がってことめっちゃ難しいそれねどうなんだろうめっちゃ気になりますねそれがうーん確かにねうわーお試し確かに難しい誰だろううわーレジェヌマハマってそうハマりそうだねレジェヌマレジェヌマはハマるね私もハマるもんレジェヌマはえへへ 四期生の紙面は四期生は箱推しです。私箱をやらせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四 <laughs> 期生は一生箱推しです。うん。<laughs> どうだろう。本当に。おあ、確かに。そうキューツ。あ、なんか覚えてくれてんの、ありがとうございます。うんふ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 ん。 <laughs> なんか急にってどういうことだって急にマリーは偉いよって来たどうしようだってんか急にその褒められたんだけどど,どこの文からそれ言葉が来たんだろう <laughs> って言ってありがとうございますでもありがとう褒められたやったありがとう森本くられるのハッシュタグありましたよね前回あの今回は森本褒められたいです <laughs> うそ あとカメラですね、もし、カメラどれ、これか。えほー。えほー。うんふ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 ん。おお、そう、携帯化いただけで褒められるってすごいね、確かに。<laughs> 確かに。うんふんふん。ああ、なんか、でも大丈夫、ちょっと、もう、もう大丈夫です、あの、恥ずかしいので、あの、大丈夫です、あの、すいません、い、行ったんですけど、大丈夫です、本当に。本当に大丈夫、あの、本当に大丈夫です、あの。 あの話しして次行きましょうちょっと次行きましょうはい次行きましょう次 <laughs> あな,なんかないでしょうかお話お話っていうか <laughs> ごめんなさい本当に急にあもうダメだ大丈夫ですやばいやばい乾赤くなってきてないですよちょっと一回水飲みますね一回水飲み一回水飲むねあはははははは泳もあるん やっほーあそう舞台のお話そうなんです舞台あのそうなんですよ「あの幕が上がるに」に山口春代ちゃんと出演することが決まりましたああ本当にありがとうございますもうすっごい嬉しいです本当に本当に嬉しいです私はもうねすごい感激があの趣味って小さい頃にあげてた ぐらいに結構そのの舞台を見に行くのが好きだったんですよでもなんかちょうど日向坂46に加入するくらいからコロナが入り始めちゃったりとかでも最近なんか母と行くっていうこともまたまスケジュールとかで行けなかったんですけどなんかその先輩方の出てるミュ舞台あるじゃないですかああいうのすっごい見に行くの本当に私楽しみでだからもう,もうえ って感じっていうですか、もうなんてんでしょう、あ、止まった？あ、<laughs> 止まってないです。か、あれ、振りの変顔で止まってる。あ、コメント、じゃあこっちのコメント、ええー、本当に止まってないですか。ちょっと一回コメント見させてください。コメント、もう完全に止まりました。きっとこれあと三十秒後に落ちます。<laughs> 本当だめっちゃめちゃめちゃ映ってるじゃないですか私 <laughs> 本当だ <laughs> 見せてくださりましためちゃめちゃ待って <laughs> ハリオから急にマリンちゃん偉いよできたどうしようなんかありがとうありを見てくれてましたちょっとあの見ますね自分のショールーム自分のショールーム見るね恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい自分のショールーム見るの森本マリンって調べたらいいのこれコメントがもう読めなくなっちゃったのでこっちで行きますあ、ね、えー、これト 本当に奇妙なんだけどこれ大丈夫うんライブ開始なって待って <laughs> おかえりなさいただいまごめんなさい <laughs> 落ちましたね完全にやっほーヤッ予言予言予言当たりましたねすごいとこで止まった恥ずかしいからやめてよね <laughs> 恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいねえ あ,ありがとうございます来てくださってお帰りなさいお帰りなさい <coughs> 会い直したらいけたよかったそうかそうか良かったです本当にスクショに、ね、やめてよスクショしないでください変なとこで <laughs> あのこっそり写真フォルダーに眠,眠らせてください半目やだ半面めっちゃやだ <laughs> ね半面なんだけどどうしたらいい半面じゃなく染まるためにだもうずっともうこめあきとこう そうしとこうえっとえっとあそう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 本当に嬉しかったですほんとに嬉しかったです <laughs> ふうよしふうふう <laughs> 今日めっちゃ喉の音になるんですけど気にしないでください気にしないでまたたきしないですもうもうまたたきしないですだって半目なるからしないですえっと えっとそうありがとうございますそうだからねちょっとだからちょっとサンシャイン劇場でやらせていただくんですけどぜひ皆さん来てくださいサンシャイン劇場私行ったことあるんですよそ乃木坂46さんの4期生のプリンシパル四4期生さんのプリンシパルを見に行ったんですけどその時がちょうどそのサンシャイン劇場だったので嬉しいです 何年越し5年越越ししじゃないか行ったと4年越しとかですかねそう楽しみですめっちゃワク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 当然見に来ますありがとうやったー右ぐりうるさくしてない右ぐり私最近はもう部屋自分の部屋扉閉じてますうるさくできるように閉じてます最終 <laughs> え三サンシャイン立ってるよね え、よかったー <laughs> ちかっとあのお笑い芸人さんの方のサンシャインが結構出てきてしまいましたえ池袋サンシャイン劇場そうそうそうだと思ううんうんうんそうねっ防音仕様にできるからちょっとあの防音仕様しようかな勝手になんかスポンジみたいな貼って。 セリフ覚えられるの <laughs> 確かにでも頑張ります頑張りますチョコプランナーうれしいそうなんですチョコプランナーそうなんです絶対見てくださいあの月曜日の26時13分ですかねそう26時13分だったと思うんですけど12か13ちょっと待って13です絶対でも私は13だと思うんですやぶちちゃよしよしよし そうチョコプランナーさんに出演させていただくので明日のそうだから明日きっと、まあ、皆さんお仕事が朝早くても早くても次の日朝早いよって方もあのちょっとちょっとだけ起きてみてくださいちょっと私もちょっとちょっとだけ起きてみるので見てくださいぜひ本当にめちゃめちゃ私あめちゃめちゃと言っちゃったなんかハードル上げるんだみたいな思われるかもしれないんですけどもう あまりにもその面白すすぎてすごく笑いました。もう本当になんか本当に笑って帰りましたもうお仕事お仕事って感じっていうかもうなんかお笑いライブ見に来たはいみたいな何て言うんでしょう <laughs> そんな感じですそうそうそうあ TVer でそう TVer でまたねちょっと出るの待ってる方もありがとうございますそう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 ,そう,そうありがとうございますぜひ見てください ぜひ見てくださいラインラインあ、えー、止,まってよー止まってないって感じですよねきっとそちらはそちらで見たら止まってないって感じですもんねー悲しい私のめっちゃ別な顔で止まってる <laughs> すっごい反面まばたきしないでおこう <laughs>、ね、さて森本の配信見よう森本の配信見ます森本 森本映ってる、どうしよう、怖い、森本映ってる。え、また、私なんですけど、私いる、びっくり、びっくり、びっくり、誰。誰、これ、これ誰。え、これ放送されてるってことですよね。これ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、どうしよう、どうしよう、ちょっと、ちゃんとしよう、ちゃんと。<laughs> か、顔がいれたこはね、って動いてる、動いてる、動いてる、森本つぶじ、つぶじやだ。つぶじ見せないって決めたんだ、もちょっと今、プリンだから、やめて。ああ。 これ見えないよ。何もコメントが見え悪いから、どうしよう。どうすればいいどうやってみたらいいですかこれ。これどうやってみたらいいですか?。ツー、ちょっと待ってわー。わあ。わあ。イリュージョン。イリュージョンね。みんなただいまね。帰ってきたね。みんな。みんな帰ってきたね。二 <laughs> 度あることは三度あるって言うね。どうするもう一回来たら。どうする?。 どうする帰ってきたよねちゃんとみんなホームにねわかった <laughs> おかえりー <laughs> おかえりーワープした <laughs> ワープねーちょっと今度こそはまともな顔で止まってほしい <laughs> ちょっとびっくりしました自分が話してて自分話してましたよなんか携帯見たら誰ですかこれこれ誰と思いました

え携帯落とすよ <laughs> 携帯落とすよ面倒 <laughs> くさってると何が面倒 <laughs> くさいって何が <laughs> ごめんね私が泣いたからってことだよねそういうことだね <laughs> 森本の靴は今日は綺麗な靴履きました履きましたよ <laughs> 落としてほしいです落としてほしい人いるの絶対やめたほうがいいよ 絶対やめて <laughs>。おお、崩した一緒ですか。崩した一緒、犬の毛ついてる、スノー君の毛身っ毛。スノー君の毛茶色いからね、ちょっとだけ、わかりますこれ。これわかるかな。ピントピントあ、ちょっと白すぎてわかんないよね。ああ、どっか行った?。え、うちの犬の毛どっか行ったショック。 えー今君の系の見て結構なんか気持ち上がったのにえこ、ー、うどっか行っちゃったんですけど悲しい、ええいえどうしたらいいかなザコあげるザコあげるザコあげますザコが上がったあなんか落ち着かないですねおぉナイス 自分も茶色じゃん確かにスノー君の毛はまた可愛い茶色なんですよそうなんですよそうなんですポッカー確かに今日ポッカーいないんですねちょっとポッカー今日ゴールデンウィークはやっぱりお休みされるんですかねポカもうん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 でも最近ポッカーあ,あったわ会いました全然会ってましたごめんなさい今普通に会ってないって言いそうになったんですけど会ってました しほさんの写真嬉しいしほさんハワイで撮影されたじゃないですかもうめっちゃもう楽しみですもう絶対最高だなって思いましたもうまだ全然見てないっていうかそのまだちょっとまだ先だと思うんですけど本当に楽しみです本当に楽しみハワイのめっちゃ楽しみですしほさんの 志保さん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 しほさん,しほさん <laughs> 写真集ねおっ <laughs> 予約したお予約して早いめっちゃね鍵山さんの写真集はもうちょっとね皆さん楽しみに楽しみですね本当にちょっと楽しみですよね本当に <laughs> ちょっとそうですよ楽しみすぎますねね どううだろう写真集おあ、一緒に遊園地行ったまだです遊園地遊園地行けてないんですよまだそうなんかあの志保さんが電話してくださったんです毎朝にでなんか「今日何してる?」って言ってくださったんですけどちょうどその日予定入ってて行けなくてショックでした「うん絶対にまた次お誘いします志保さんを私が行きたいです」 そう前あのショル棋イ信一緒にしたんですよ見てくださった方いると思うんですけどありがとうございますそうアメイメイとかき氷そうなんです東村めいさんともかき氷行きましたやった <laughs> モチベーション上がったらっモチベーションずっと上がってますよ <laughs> ただたまそこが私はモチベーションがそのめちゃめちゃ上がるとかそういう感じじゃなかったのでそこがね そうあれたまたまですよたまたまあれはイレギュラーですイレギュラー結構その子どもの時に行ったことがあったんですけど結構満足したんですそこで私は <laughs> だからご飯とかだったら行ってますよそうお姉さんとね行ってますよお姉さんと最近会いました最近草活しました草活 <laughs> あのと怒られなんかったってきた怒 <laughs> られてないです怒られてないです志こさんは優しいです本当に あ2万人ありがとうございますで一回にありがとうございますありがとうございますありがとうございます草カつってそっちじゃないから臭い子じゃないからやめてよねあのこっちですあのこれ何何編えこれ何辺草編ですか草編草編です草編の方の草カつです草かつ行かせていただきました泥かつどういうことやね泥かつ そう草かつあのー、サラダサラダ食べ放題行きました <laughs> でもサラダ食べ放題行ったんですけどその後めちゃめちゃスイーツ食べました全然ね草へん草変 <laughs> 草かむりか <laughs> ごめんなさい草かむりでした <laughs> ごめんなさい草へんじゃなくて草かむりでしたね ちょっと違いましたねちょっと間違いましたね言い間違いだったかもしれないもしかしたらもしかしたらうん姉さんサラカツサラカツサラカツね確か皿サラカツいいかもで、ね、皿サラカツって何の略かなってなっちゃうかもしれ <laughs> おい森本ホットハッシュタグ作った人誰や誰や名前覚えとくからな <laughs> おお くいいね串カツ串カツはもうそれなのよもうそれは串カツなのよ完全にそれ完璧に100%串なのよ <laughs> おー加藤翔さんと,とのショールームでトークとってくださったありがとうございますめっちゃ嬉しいありがとうございますそうハリオとも配信したいんですよでハリオハリオからさっきコメント来てたからじゃあハリオ来てください今から待ってます <laughs> あと20分 <laughs> 着く頃にはもうきっとショールーム終わってますね どういう方ねめっちゃ謎なんですけど「ハリオからハリオちゃん推しなんだねありがとう」って来ましたえどういうことえ怖い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 どこからどこからそういう向かいます向かわなくて怖い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 んで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 えハリオ推し」って言ってました今。 えっ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 あ,あ兄が兄が有吉あそういうこと全然違いますえ待って <laughs> めっちゃ嬉しい山下はるかと山口春夫がツーショットのなんていうんですかね春夫が写真を送ってきてくれたんですけどその山下そのツーショットで私とのショールーム画面こうやってこうやって思ったまま写真撮って送ってきてくれました めっちゃ嬉しい。めっちゃ噛んだ。めっちゃ噛んだ。心配だぜ。ありがとう。見てくれて嬉しい。山春で、山春、じゃ、山春コンビ。はるコンビ、どっちなんだろ山春。見てくれてるみたいです。ありがとうございます。またお家に連れ込んでるんだね。お家に連れ込んでるんだね。私も連れ込んでね。<laughs> そうなんです。嬉しい。やった。見つけました。お二人。 ありがとうありがとうはいありがとう <laughs> どういうこと連れ子連れ込 <laughs> おじさんも行くって書いてあった <laughs> 春夜のれ夜さ「たまりはどちょっとどこまで入るのよおじさんも行く」って言ったらみんな入っちゃう山口の口の中 <laughs> そういうことか これね懐かしいね懐かしいじゃないんだ懐かしいとかおかしいおかしいおかしいもうダメだダメだちょっとどん,どん記憶が新しすぎてねいろんなことがもう懐かしく感じてます全然懐かしくないです全然懐かしくないです <laughs> ねっあの今日日のえがあるのでぜひ見てください今日のひなの企画はでしょう今日のえの企画は何でしょう いやうんでもなんか間違いました言葉選び懐かしくないんです全然 <laughs> うーんああ4期生4期生親子企画そうそうそう4期生親子企画楽しみめっちゃうーん4期生ねめっちゃいいよねご家族アンケートって家族アンケートってさなんかめっちゃさあんまり知れんこととか知れるからめっちゃ嬉しくないめっちゃすごあ こういうこと子な,な,ううなんだなみたいなより知れるから私は好きです春日 <laughs> さん春日さんの企画いいですね <laughs> 絶対ネタバレダメだよって書いてある大丈夫です私絶対ネタバレだけはしない女なので <laughs> しないです絶対それだけは安心してください安心してください <laughs> 安心してください 筋トレはしてなかったですけど最近意識高くて歩いてます30分でもでも絶対もう終わりますもう終わりますもう終わりますきっと明日きっとやってないです明日やってないです今日はやりましたうんあ <laughs> 嬉しい 嬉しい右に「おじさんだけど」言っていいそんなとんでもないありがとうございますそんなおじさんだけどなんてとんでもないとんでもない嬉しいですありがとうございます私はもう母にもういろんなこと話してます今日はこんなこと話してこんなご報告があってこんなことしてくださった方がいたよみたいな <laughs> めっちゃありましたね話します私の母はめちゃめちちゃゃ きっとわかると思いますねなんか特徴とかも言ってるのでもしかしたらライブ会場とかで私の推しメンタオル持ってたら私の母が「もしかして」ってなるかもしれない「<laughs> もしかして」ってなるかもしれないうん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 そうなんですうーんあー確かにそうですね家族来てくれますねライブ。ライブすごい好きで 来てくれるんですけどなんか親戚いとことかがその来てくれたりするんですけどもういとこ全然私のこと見てくれなくて私めっちゃ見てるのに全然見てくれないんですよどこ見てんだろうと思ってこうやって自然こうやって言変わったひなさんなんですいつも好きそうだよねと思って <laughs> でもさ1回くらいはさうちのこと見てよと思うじゃないですかね どこ見てるのいや嬉しいよ嬉しいけどさ嬉しいけどさどこ見てるのずっと一回くらいは見ようよねそうかわったさんほしいそうですね絶対そうですうんああ確かにまあしょうがない <laughs> しょうがないまあしょうがないしょうがないしょうがないそうだしょうがない織本負けるのありがとう 負けないように頑張る、ねうんありがとう切り替えていこう切り替えるね切り替える切り替える切り替えますうん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 森本休みするなんて何でやねん私やんか <laughs> 日向坂チャンネルあ日向坂チャンネルそう解説されました嬉しいですおめでとうございますそうねもう人狼の生配信と昨日の仁部さんのゲーム配信があったんですけどちょっとねこれから楽しみですね YouTube うん、楽しみほんまにえー、何していいかなでもメンバーとのあの先輩方とかその4期生とか同期とかで一緒に旅行とかしたいですツアーツアーみたいなツアーみたいなんかプランとか立てて行きたいです行きますあと私鈴鹿さんの助手席座りたいっていう鈴鹿さんが運転する車の助手席座りたいですこれ勝手な願望です 勝手ながらもうあとあといやもういやちょっとあれかでも私はあとどこままで食べれるのかちょっと気になりますお寿司何皿とかあるじゃないですかあんまりお寿司とか食べててお腹いっぱいになったことなくてお腹いっぱいになるのいつなんだろうと思うと結構なんか果てしなく感じるからお腹いっぱいって感覚を捨てて食べに行くんですよいつもご飯なんかお腹が空いてなければもういいかなみたいななんか正直あんまり分からなくて具体的なものが。 そう気になりますそれはうん <laughs> 兄におんぶされるよってきた <laughs> ありがとうございますされるかもしれないそうねされるかも兄がおんぶして帰っそう兄におんぶして帰るかもしれないうん <laughs> でもあの行ってあの胃の,そのキャパって筋トレと同じって聞いたんですよ私は そのあの胃に負荷を与えてどんどん食べて限界を超えていけばいくほどどん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 大きくなってくるんです。それも筋肉と全く同じって聞いて、あ筋トレなんだ妹思うとなんかちょっとどん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 ハッピーにご飯食べて食べれるんです。そう胃がムキムキなんか胃がムキムキになってくるんですどんどん。そうそうなんです。おおどこを目指してる？それはそうそれはそう。 どこ目指してるそれはそうマジでそう <laughs> どこ目指してんのよってきた絶対そうだ体大きくなるよ筋肉むき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  <laughs> 大食いへの敷識高い確かに大食いへの敷識高いあらもうあと12分あら早いですね皆さん寝てないですか私は宮地つみりゃのショールマイジンちょっとだけ眠り眠ったくなっちゃいました皆さん眠 眠ってないですか今やおほきましたおはようおめでとうよかった起きてよかったよかったうん,ふん,ふんよかったうんお <laughs> あ <laughs> よかったです起きて皆さんおはようございますここからですここからです皆さん一日有意義な時間過ごしていきましょう 「<laughs> おーうるせえありがとう」<laughs>「うるせえありがとう」「急な動声をやめろ森本くらいの」「やめなさいそれ」<laughs> おー「おおんかどんどん多くなってきますね」「もういいな」お「おおありがとうございます本当にたくさんの方見てくださって」やっほ「やッホーヤッーチース」<laughs> チースってやだよねなんか <laughs> チースってやだ森本の発声練習確かに発声練習ショールームします私滑舌ちょっとよくしないといけないし初ちょっと声も大きくなりたいんですよちょうどいいところじゃないですか大きな声で言った方がなんかその声にいい単語とかありますかねちょっと気になりますそれ <laughs> そうなんですカメラ目線じゃないそうカメラこっちだあしゅあそう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 うん <laughs> 待って卓球卓球ちょっとあの卓球卓球あったじゃないですかそう今回の卓球その,あの世界卓球のスポンサーに日向坂46が就任させていただいたんですけれども本当にありがとうございますそうメンバーみんなで卓球したんですトーナメントで 1> あのあの私1つ言いますね1つ1つ言いますけどあの私結構ガチで結構ガチで1位目指してたんです結構ガチで1位結構ガチで1位目指してもうすっごいサールのサルっていうかその打ち方の練習をすっごいしてこうやってずっと極めてたんですこうやって家でこうやってこうやって,こうやってずっとずっと極めてでそれであのずっとずっと家族とやったりしたんです1位目指してたんです 1>, 1位目指してたんですけどあれなんかあれなんかあの初戦敗退しましたね初戦敗退しましたねあれ出てきたあれで,で,あ,れであれでってやられたアンバサダーですねすいませんアンバサダーありがとうございます卓球部となってきたそう私もちょっと「えあえああ?」ってなりましたそうそうそううんそうなんです

<laughs> だって文字に起こすとめっちゃ怖いねふふふふふってあそっかまだ見てないのかごめんねまだ見てなかったごめんなさいいやこっから私がどうなるか見物です <laughs> 遅いそれはなしにして見てない方は一回記憶をゼロにしてもらって見てください私がこっからあの1位を目指して頑張るあの頑張ります頑張るんです楽ししししみにてていいくださいもしかしたら 一位になっちゃうかもしれないしね。そう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 。そうそうそうそ,うそう <laughs> おおねどうなるんだろう本当。うん。<laughs> 圧倒的初心悲しいね敗者敗者復活戦ねあつあるいいんですけどね敗者復活戦どうなるでしょうか楽しみにしていてください果たしてあるのか。時は戻る、うん。そうよね。持ってるね。 フんフん。<laughs> お疲れ様ですありがとうございますえ最下位決定戦絶対嫌だ絶対嫌だ最下位決定戦怖い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 絶対嫌です絶対もう私はそれ怖いからちょっと拝見拝見するス,あのスタンスでさせてくださいそしたら <laughs> 黒髪にしないのちょっとね今ねだいぶ明るいですよね私だんだんちょっと抜けてきました色が 今結構囲いちゃ明るいですそうなんかブリーチとかあるじゃないですかブリーチなんか結構明るい時に明るく染める時にブリーチとかあるじゃないですかであれ一回してみようと思ったんですけど私すごい毛質が細いからブリーチするのちょっと怖くなっちゃってやめましたそううんおあスクショタイムスクショタイム忘れてました完全にどうします何がいいかなスクショタイム さすがワイパーとウィンカーは間違いるんだ <laughs> ありがとうございますそうですでもめっちゃ理解しましたあのウィンカーがもう全部完璧に覚えましたその後でワイパーがこ,うこれってことはもう分かってそう私だからなんか今までそのウィンカーがウィンカーウィンカーちょっと分かんないんですけどどっちか、まあ、1回置いときましょうまそれは <laughs> あのそのそウィンカーがその光ってこと知らなかったからなんかそのいつもこう なんて言うんですかね車と私どっちがどう行くかみたいなどっちが先に行くかみたいなその空気の読み合いの時間があるじゃないですかであれがなんか本当になんて言ううだろうそのウィンカーがあったらきっとなんかこっちに曲がるよこっち行ってどうぞっていうのはきっと分かるんだと思うんだけど私は一切そういうの知らなかったからああなたどっち行きますあこっちですかみたいなあこっちみたいな結構なんかランダムで車が曲がってくるから結構頑張って頑張って意思疎通を図るみたいな。 そんな感じだっったんですずっとそうだからめっちゃ便利だなそれと思いました本当にウィンカーウィンカーわ <laughs> かんないですウィンカーウィンカーちょっとわかんないですウィンナー確かにそうランダムで車曲がってくると思ってました勝手に今までこうどっち行くのみたいなそうでちょでだからになんか本当歩行者が優先っていうのは知ってるんですけど私としては怖くてええー、みたいな トッチですかみたいな <laughs> そうなんでしたいつも <laughs> そうでしたフェイント <laughs> フェイントヤードはかけてこないでよ絶対あスクショタイム忘れてた今思い出しましたよあと4分だあと分あと分,あと分スクショタイムはどうしようワンチョイスワンチョイスイエスイエス next えっこんそんなんでしたでしたえこれこれだよね ワ,ワンチョイスってこれですよね。ワンチョイス。アニバー。アニバー。<laughs> お。つむじ、つむじみたいですか。しょうがないな。<laughs> 隠しました。ビッコ。はい。うわ二百パーセント。 200やりたいちょっと待ってあと何分 <laughs> あと4分いけるよね200%私も200%やりたかったんですちょうど今ここあるしヤッホーヤッホーでも待ってこれさちょっと待ってスペース狭すぎて絶対踊れないですこれ皆さんうんうん好きになくならなければよかったよ 好きになって好きになって辛くなる終わりですちょっとこれ以上やったらあの場が荒れるのでやめておきます <laughs> あのはいまあね5秒くらいだったらなかったことにできるじゃないですか、はい、今見た方限定です <laughs> 終わりました、はあ疲れたこれやばい疲れます疲れますおおんか泣けてきたなんでなんで <laughs> 着席ありがとうございますあもうあの一踊りしましたね <laughs> おお<ー> <laughs> いつまでてるからねえ嘘 <laughs> そんなことないいつまでてさ。いつもさ怖い,怖い。ねかわいでも今日は半袖着てきました顔が赤くならないようにいつもめっちゃ赤くなるからならないようにやりました今日はめっちゃ寒そうな格好してますよね私そう。 あね、本当にありがとうございました今日来てくださった方なんかいつも途中で配信終わっちゃうから最後早足で終わっちゃうから今日はねちゃんと終わろうありがとうございます本当にゴールデンウィーク皆さんめっちゃあのー、ねお仕事とかあった方とかお休みの方とかもいたと思うんですけど最終日ありがとうございました最終日のこの時間明日からまたいろいろあるだろうにありがとうございましたちょっとね そのあチョコプランナーさん明日絶対見てください皆さん絶対見てくださいお願いしますお願いします明日から仕事頑張れるよよかったよかった頑張ってね応援してます本当にお疲れ様まお疲れ様まだ1分残ってるまだ1分残ってる出遅れてごめんね出遅れてるねだいぶあと1分で終わっちゃうよ出遅れてごめんねってきたごめんねあと1分で終わっちゃうあのじゃあまた来てありがとうねうんうんうんありがとううんうん アディショナルタイムアディショナルタイムしたいけどちょっとママ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 うんそうですね早い本当に早いどうしよう一分でまとめて一分でまとめてそうですねあのとてもとてもあの今回の配信もとても楽しいございましたあの森本すごく楽しくてあのでもあの半目で止まっちゃったのあそういえば二度あること三度あるなかったですねあのすごかったです学びましたねあの 神様がつきました。はい、それは良かったと思います。あの、スムーズのつくしは、あのそれだけは絶対に絶対に。皆さんお手元でこっそり持っていくようにしていてください。本当にはい、はい。<laughs> はい、ではありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。本当に見てくださって、またね。バイバイありがとうございました。